はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、14代将軍を誰にしますかということになんですけど、一橋派ですね。はい、徳川斉昭ですね。徳川水戸の要するに徳川斉昭の実の息子である一橋慶喜、これを要するに、次の将軍にしましょうというふうに考えているグループっていうのが、これが一橋派ということになります。はい、徳川斉昭の息子である一橋慶喜ですね、この人が要するに次の将軍にするべきだと考えたのが一橋派ということになります。はい、そうすると、まあ、徳川慶喜になるわけなんですけど、徳川慶喜15代なんで、まあ、こちらが負けたということになりますね。負けたということになりますので、もう一つの派罰についてしっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。